ゴルフネットワーク。1分勝負ステップアップドリル。ドライバーで方向性を高めるための、ドリルになります。まあ、ドライバーの幅よりちょっと広いぐらいでティーをこのようにちょっと広めで刺しておいていただいて、この間にクラブをセットしていただいて、まあ、あとはもう振るだけなんですけどね。この間をちゃんと通していくっていうのは、ヘッドだけっていうとこういう形でも通ってしまうし、こうなっても、まあ、通そうと思えば腕でいくらでも通るので、フェースの面をティーとティーの間にしっかり通すイメージで、まあ、要は一番大事なのってインパクトのゾーンがまっすぐになっていれば、フェースも軌道もほぼまっすぐの状態に入ってきてくれれば、球はそんな曲がらないので、まあ、そのイメージを作るためのドリルになってます。皆さんぜひやってみてください。